こんにちは、シャルピノチャンネルです。今日は自作サンルームの側面に窓を作りたいと思います。サンルームは洗濯を干すのに使用しているのですが、以前は窓などがなく洗濯物の匂いがこもっていました。そこでサンルームのリフォームのついでに窓を作ることにしました。サンルームのこの空間に合わせて窓枠になる木材を切断します。窓枠にはサンルームに使用していたポリカチュー空ボードを切ってはめる予定です。ポリカチュー空ボードをはめる溝をトリマーで掘ります。溝の幅は 5mm です。まず1回塗装します。塗料はサンルームのリフォームに使用した屋外用の防腐塗料キシラデコールエクステリア、色はワイズです。塗料が乾いたら下穴を開けた後ビスで留めます。窓枠を組み立てました。いい感じです。組み立てた状態でもう一回塗装しました。側面に使ってあったポリカチュー空ボードを窓枠の外側の寸法に合わせて切断します。窓枠の内側の寸法に合わせてポリカチュー空ボードを切断した後、窓枠にはめます。綺麗にはまりました。窓枠の上に蝶つがいを取り付けてサンルームの側面に取り付けます。サイズはぴったりでした。窓の内側に戸当たりをつけます。戸当たりは思い通りにきっちり位置が決まると気持ちいいです。窓を閉めた時に開かないように丸落としをつけます。棒が入る穴を開けて金具を取り付けます。いい感じで取り付けられました。この金具丸落としって言うんですね。初めて知りました。側面にポリカチュー空ボードを取り付けます。窓枠の残りの木材でつっかい棒を作ります。適当な長さに切断してボンドでくっつけただけです。下穴を開けてドリルで穴を開けます。垂直に穴を開けたいときは両側から穴を開けるとズレが少ないです。強度を上げるために金属のスペーサーを穴にはめておきます。窓枠と同じ色に塗装します。寒いので日向で作業してます。マグネットキャッチをつっかい棒のこの部分に取り付けます。つっかい棒をサンルームに取り付けます。動きを良くするためにワッシャーを挟みました。見た目を良くするためにビスにはキャップをつけてみました。窓枠にマグネットキャッチを取り付けます。窓の開き具合はお好みの位置で、反対側もつっかい棒を取り付けました。こんな感じで開閉できます。おまけの改造ですが、床のゴミを吐き出せるように少し隙間を開けることにしました。この部分です。窓をつけることで風通しが良いサンルームに生まれ変わりました。
花粉の多い時期は窓を閉め、サンルーム内に匂いがこもる日は開けるなど、いろいろ調整できるようになりました。気持ちよく洗濯物が干せるといいですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。